第12節真の癒しとは病気を治すことではない病気を治すことはもちろん大切ですどんな治療法も病気が治らなければ全く無意味であると言えますどうせがんが治らず死ぬのなら何もせずしたい放題に生きた方がいいという考え方も確かに一理ありますしかしここでよく考えてください今仮に守備よく あなたのがんが治ったとしても、人間はいつか死ぬわけです。いくら頑張っても、普通は100年も生いられないはずです。とすると、単に、病気を治して病気に起因する苦痛や不快感から逃れ解放されることが、真の癒しであるとはとても言えないのではないでしょうか。遅かれ早かれ人は死ぬのですから、その時期が多少先に延びたと言っても、 救われたとはは言えなないいのではないでしょうか人によっては病気が治って伸ばされた寿命を悪事や凶悪に費やすこともあります。とすると大変な人手とお金を費やしてその人を救った医学とは一体何であったのかという疑問も起こります。日本で心臓移植ができなかった時代多くの人から義援金・カンパをもらって渡米し 心臓移植を受けたた男性がいましたこの男性はアメリカで脳死の人から心臓を提供され心臓移植手術に成功して経過も順調でした彼は心臓移植手術により救命された日本人の第一号として元気に帰国し新聞にも快挙であるとして大きく報道されましたしかしその後彼は何もなすことも 泣く家でブラブラしておりある時競馬に行っている現場を写真週刊誌に見つかって報道されましたしかも競馬で使ったお金は寒波の一部でしたこの報道を聞いてこんな人間を助けるためにお金を出す必要があったのだろうかと多くの人ががっかりしたのです競馬が悪いとは言えませんがあれだけ多くの人の善意の援助を受けたのだから 病気が治ったら彼はきっと何か人の役に立つことをしてくれるだろうと誰もが期待していたからです。真の癒しとは一体何なのかという問いに対しては今の西洋医学は明確には答えられません。しかし東洋医学や東洋哲学ではこれに応えようとしています。仏教哲学を中心にお口ベッドの医学では人間は 生ままれながらににししてすすでで病んでいると診断しますどんなに健康に見える人でも人間という存在自体が病気の状態であるわけですからこの世に病人でない人はないという結論になります。人間は大変愚かであるから生まれた時からすでに病気の状態にありしたがって永遠の生命を享受することが出ず。 有限のの与ええられてていいいないのであると考えています。チベット医学では愚かである状態仏教では無明というを治すことが真の癒しでありそれは仏教でいう悟りを開くことであると説いています悟りを開くことが真の癒しでありそうすれば永遠の生命が得られるとしています中国医学の根本原理である道教哲学は 病気の原因は言葉通り気が病むことであると説いています気が病むと全身に気がめぐらなくなりますこの気の循環不全の状態を病気と呼んでいます普通の凡人は全身に十分に気がめぐっていないために病気になって早死にするのであると説いています全身にくまなく気をめぐらせる道教の方法論である鮮度を実践すれば 不老不死の神仙の境地に達しこの世のすべてのことが思い通りになりしかも死ななくなるそうですこの不老不死の神仙の境地に達することが真の癒しであると説いていますこのような話は絵空事と,と思われるかもしれませんし初めは理解できないかもしれませんしかし知識や理屈ではなく方法論を実践し心と体を鍛錬すれば いつか、必ず東洋哲学が解いている内容の正しさが理解できるはずです。